はい、どうも、リスです。本日さんですけれども、東京杯最終結論を取っていきたいなと思います。その前にですね、JDC ですね、ジャパンダートクラシック、えー、本命、サンライズジーパングが3着、そして、黒三角、ホワイバーヤングが1着、それね、応援含めて、応援込めた、えー、太鼓シメディジーが5着ということでですね、まあ非常に検討してくれたなと思いますし、まあ馬券自体は外れてしまったんですけれども、まあかなりね、濃いレース内容で、 まあ非常に満足度は高かったかなと思いますし、まあ思い印打った馬がね、構想してくれているので、まあいい予想ができたのかなと思っております。このままね、外戦文章まで突き進もうと思っております。またね、外戦文章注目馬紹介っていう動画もえ上げていきますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。では早速、東京敗退終結論、早速本命から行きましょう。本命は黒字市場にしました。 で、この場で前奏も褒めにしたんですけれども、まあ、その関係でね、あまり言うことはないです。あの、前奏の動画見てください。<laughs> まあ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 、いいでしょうと。まあ、見ていただく分にはいいのでね、お願いしますと。で、まあ、それにプラスを補足していくと、まあ前奏ね、まあ3キロ差半であったとはいえ、ドンフラッキーの0.1秒差ということを考えると、まあ強いかなと。 思いますし、まあ、今回はね、大いになって直線も長くなりますので、まあ、差しも届きやすいかなと、え、思っております。で、2層前に関してはね、ま、有利な中上がり最速で追い込んでの2着ですし、まあ、金2層よりもね、ここはメンバーレベルが軽くなるかなと思っております。で、さらにね、今回、最後にエンテンケリー、エンテルキーヤだったり、シャマル、え、トラックスなどね、前に来た馬、え、かなりいますので、ある程度、 まあ流れてくれるんじゃないかなと思います。で、そうなれば、まあこの馬、まあ、ね、後ろから行くので、まあ、展開はかなり向いてくるかなと思いますし、まあ、水曜日の馬場見てると、まあ後半からはね、差しがかなり効くようになってましたし、まあ2着にミキファイトをね、トスギジョッキ持ってきてますしね、まあ非常に多いのトスギっていうのは、まあ信頼できるかなと、個人的に思ってます。でね、JDC でも、 まあ狙い済まして着狙いで2着に行きましたんで、ミッキー・ファイト。まあここはね、メンバーと金流的にもね、勝ちたいところだと思うんで、ぜひ、遠崎ジョッキーが素晴らしいエスコートしてくれればな、と思います。え、対抗ですね。エンタルキーヤーにしました。で、前奏褒めにしたんですよ。で、今回も褒めにしようかなと思ったんですけれども、まあちょっとね、 水曜日の後半見ていくと、まあ内側が伸びにくい、まあ強い馬なら伸びるんですけれども、まあちょっと伸びにくいかなっていう印象があったので、まあ急遽ね、えー、印を落とさせていただきました。で、前走なんですけれども、まあまずまずの内容だったかなと、思いますね。まあ、倒した相手っていうのは別に、 その交流住所とかでめっちゃ強えっていうまではないにしても、まあ今回も出てくる MAX が、えー、23年の JBC スプリント6着ですから、まあそこを考えるとね、まあまあまずまずなんじゃねえかなと、個人的に思っております。まあただ展開が向いていたっていうところはあるので、まあそこがどうなるかですよね。まあ金量はハンデは1キロ 背負ってはいたんですけれども、展開が向いていての勝利って。ところでまあ、素直に評価っていうのはできないのかなと個人的には思いました。ただね。まあ本当に水曜日の jdc 見るとね。吉原ジョッキーマジでうめえなーって。思いますね。あの締、ー、めデイジーね。あそこからまさっと出して差し出し伸ばして5着掲示板に乗ってくるあたり本当に感動しました。 でね、まあ、ぜひ、このまも持ってきていただきたいなと思っております。まあ、逃げるこのまにとってね、最中枠っていうのは非常に歓迎できる枠ですし、まあ、他に逃げたいであろうエトラックスと、えー、シャマルに関しては、ある程度外に行ってくれたっていうところで、まあ、スタートさえ出てしまえば、まあ、花切れるんじゃないかなと、個人的に思ってます。で、花切れれば十分チャンスっていうのはあるかなと思ってますね。 逆にスピードの違いでチョーマに逃げられちゃうと、まあ、そこをね、かわせるだけの足もないんじゃないかなと個人的には思ってしまうので、花切れなかったら多分厳しいです。まあね、いいスタートして、いいリズムで逃げれればいいなと。で、そこが最大の鍵かなと思ってます。まあただね、本当に吉原10期キ、どんなレースしてくるかわかんないんで、 ちょっと楽しみだなと思いつつっていう感じの対抗評価でございます。えー、3番手評価ですね。えー、近っ端にしましたで。手乗り嫌だなって思ってたんですけれども、ま,あ、まさかのノリさんね、置き去りス賞で乗っていたんですよね。で、この時がね、14番人気2着に来てまして、まあ、非常に安定とも手が合っていそうな気はしてます。 いや、前祖休メア系じゃねえな。違ったわ。前祖もね、やや差しに展開が向いた中での勝利と、まあ素直に評価できる内容ではなかったかなと個人的に思ってますが、まあ今年の3歳ダート戦はね、結構ハイレベルなので、まあ短距離とはいえ、まあ、レベルは意外と高いんじゃないかななんて思ってます。まあただ一番人気になってしまうと妙味もないですし、まあコバ とね、初めてぶつかるっていうところと、初多いっていうところで、まあ、少し評価を落とそうかなと思っての3番手評価でございます。えー、ご紹の注目馬はですね、えー、イグナイターにさせていただきます。まあ、人気馬にはなってしまうんですけども、ま、さすがに G1 馬ですから、まあ、このメンバーで勝負にならないのは考えられないかなと、個人的に思ってます。まあ、それでも評価しない理由としては、ま、あ休み明けで、 えー、確実に次が本番であるというところで、まぁ、あ、ちょっと前哨戦仕上げになっていると思いますので、まあここまでの評価、注目、まあ止まりっていう感じにはなってますね。で前走に関しては、休み明けとね、海外帰りでレモンポップの0.4秒差なら普通に強いかなと思いますし、まあ今回もね、休み明けで、まあ、確実に JBC スプリントの叩きだと思いますので、どこまで仕上げてくるのかっていうのは、 わからないんですけれども、まあ、後半、あのね、水曜日の後半バー,バーを見るとね、まあ、差しが届くようにもなりますので、まあ、その辺は、まあ、この馬に向くかなと思っております。まあ、前哨戦仕上げでどこまでやれるか、ま、さジさん言ってますね。まあ、ここが非常に鍵になってくるかなと思います。で、白三角です。ヘリオス、ジゼル、エイトラックス。ここまで印を回させていただきました。 まあそうですね、馬券の買い方的には、まあ黒字市場頭の、まあ2列目、3列目をどうするか、まあ下手したら、まあエンテルキーやとイグナイター、チカッパー、この3点に生まれんで流すだけかもしれないしっていうところかな。まああとイグナイターと黒字市場の裏表なんかもね、買いたいなと思います。まあその辺はオッズ見て要相談かなと思います。あまりね、 あの、広めにすぎると、三連形で広めちゃうと取り紙になりそうなので、まあ、なるべく絞って書いたいなと思います。それでは、えー、ね、また、まあ、最初の告知なんですけれども、外線文章注目、ま、語っておりますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。